こんばんは。毎週ロサンゼルス日系コミュニティのニュースをお届けしています。夜くりの時間です。今週は野球の話題からです。ドジャース球団は私たちにも馴染みの深いチームですが、その球場に日本出身のあの大人気キャラクターが登場しました。ご覧ください。ドジャースタジアムでジャパンナイトが始まりました。今からハローキティの始球式が始まります。7月1日、ドジャーズ対メッツの試合開始前に、ジャパンナイトという日本をテーマにしたプロモーションイベントが行われました。球場の入り口では、1日親善大使となった人気キャラクター、ハローキティのバブルヘッドという首振り人形と耳の形をしたクラウンが配られました。1956年、日本へ遠征して以来、日本と交流のあるドジャーズ球団は、このようなプロモーションイベントを10年近く行っています。今年は初めて日本の観光庁がスポンサーとなり、東北・北関東の観光をアピールしました。また、2世ウィークのクイーンとコートたちも応援に駆けつけました。東日本大震災で被災した仙台の菊池里穂子さんと、弟の清さんも渡米し、マウンドから力強くボールを投げました。この日はハローキティの人気のためチケットは完売。スタジアムは5万5000人以上という今シーズン最高の集客を記録しました。イベント当日のドジャーズ対メッツの試合結果は8対3とドジャーズが大勝しました。ご覧ください。1日親善大使となったハローキティの首振り人形です。ドジャースでは昨年もハローキティのイベントを開催し、チケットは完売したそうです。今回は5万個の人形が用意されました。こういったイベントを通し、多くの人が日本に興味を持ち来日するきっかけになればと思います。次は音楽祭の話題です。どうぞ。7月7日、小東京実業組合主催のリトル東京ミュージックフェスティバルが開かれました。東日本大震災被災者に対する支援への感謝の気持ちを伝えるために開かれたこの音楽祭では、8時間にわたり10組のアーティストがロックやクラシック、ソウルミュージックなどの音楽を披露し、会場を盛り上げていました。主催の小東京実業組合はリトル東京のビジネス活性化と発展を目指す非営利組織で、長年にわたりここで行われる多くのプロジェクトの中心的役割を担ってきました。この日は日本関係者に限らず、多くの人たちに音楽を楽しんでもらおうと幅広いエリアから出演者が選ばれました。日本に興味がある方々が震災の意義を感じて出演いただきました。リトトキと言いますと、やはり日本の文化なんですけども、日本の文化じゃない、米国のジャズとかロックでポップス系で楽しんでいただきたいなと思いまして、日本のものじゃないものを考えました。会場では感謝のメッセージを伝えるとともに、引き続き被災者への支援を呼びかけました。続いてハリウッドならではのオーディションの話題です。タレント発掘のために日本の大手事務所がロサンゼルスを訪問しました。7月1日、日本の総合エンターテインメントグループ会社 ABEX がニューヨークに引き続きハリウッドでオーディションを開きました。場所はミュージシャンズインスティテュートのスタジオ。今回はミュージシャン、俳優、ダンサー、芸人まで幅広いエリアで募集がかけられ、一次面接を通過した60人がパフォーマンスを披露し、メジャーデビューのチャンスにかけました。いや、もうドキドキしてますまだでもすごく楽しかったです。歌うのが好きなんで。エンターテインメント業界の世界の中心地ハリウッドとあって、スターの卵たちもオーディションには慣れている様子。与えられた10分の間に精一杯自己アピールしました。 LA のカラーありますね。やっぱりいろんな人種が集まってるんで、とてもカラフルです。いい意味で裏切られました。日本だけじゃなくても世界でも活躍できる方が、います。I'm surprised that there are not only Japanese,
but Taiwanese and American and a lot of Americans who can speak Japanese. So it's quite a surprise to see it, but a wide array of talent, and I think there's some really good stuff.この中から世界へ羽ばたくスターが誕生するかもしれません。日本の事務所もグローバルにタレントをサーチして、日本だけではなく世界で活躍できる人材を探しているようです。今後ますますこういった機会が増えるようですね。最後は食の話題です。ロサンゼルスで初の夏のダイン LA レストランウィークが開催されるということで、今日は記者会見にやってきました。ロサンゼルス観光局主催のダイン LA レストランウィークが今年から夏に開催されることになりました。参加する250以上のレストランでこの期間指定の3品コースが提供されます。 It's celebrating Los Angeles with the great food. That's a great promotion, and then the customers alwayscome back because they try once and then they go, wow, this is great places. And so that we have a lot of repeat customer from it. 7月はロサンゼルスも観光シーズン。地元だけではなく、市外からの客層も取り込む狙いです。そんな中、記者会見の途中でシェフの料理対決が始まりました。ベン・フォードシェフとスーザン・フェニガーシェフが地元の食材を使った夏の一品というテーマで15分間料理の腕を振るいました。ソーシャルメディアで公募されたアマチュア料理人がそれぞれ助手を務めました。フォードさんの一品はエビのガーリック焼き、季節の野菜添え。対抗するのは白身魚のセビーチェ。どちらもたっぷりと地元の食材が使われました。結果は4対1でフォードチームの勝ち。I had a lot of fun doing it. You know, it's these competitions are they're not you're not going to cook the same way you do in your own kitchen, but you're going to have a lot of fun doing it. Really interesting, I think, to do ceviche. It's a summer dish, and you've got all these wonderful ingredients to go in it from their garden. So, you know, we didn't have everything there that we would love to have, but didn't matter. It was still a really delicious dish, and you can make it quickly. 期間は今月16日から27日。詳細はご覧のウェブサイトまで。7月21日土曜日午後7時からサウスベイジャパニーズクリスチャンフェローシップにてバイオリン高瀬誠、ピアノ&ボーカル高瀬瑞江さんによるデュオ高瀬バイオリンコンサートが開催されます。入場は無料、詳細はご覧のところまで。7月28日土曜日から8月12日日曜日にかけてリトル東京にて日韓友好委員会によるテイストオブコリア&ジャパンが開催されます。食文化芸術を通じて両コミュニティの融和を目指します。詳細はご覧のところまで。8月2日木曜日午後6時30分からトーランスの都ハイブリッドホテルにて4分の1の奇跡や空の約束で紹介された特別支援学校の先生かっこちゃんこと山本克子講演会が開催されます。お申し込みはご覧のところまで。続いて来週の丸出しテレビのラインナップです。来週は月曜日と木曜日の放送です。月曜日は寺崎ファンデーションのインタビューです。ゲストはカリフォルニア州議会下院議員のウォレン・フルタニさんです。木曜日は街人食に注目したコミュニティ情報番組 LA スタイル。今週はロングビーチをご紹介します。夜クリは UTV のウェブサイトでもご覧いただけます。ぜひこちらのアドレスをチェックしてみてください。それでは夜クリ、See you next week。
ャルピーポー VIP のコーナーでは日本の文化でロサンゼルスを元気にしている素敵な方たちを紹介。今週も日系コミュニティのビッグイベント日清ウィークを支えているピーポーにフォーカス。特別編第5回目を飾るのは日清ウィーク理事会の一員である有効開封。優子さんは元外務省で現在はユニオンバンクの広報を担当しています。日系コミュニティ内でも積極的に活動していて二世ウィークも大切な行事の一つ。この日も仕事の合間を縫って二世ウィークファンデーションのオフィスに来ていました。そんな母の姿を見て15歳になる娘さんもボランティアに熱心です。親子揃って二世ウィークの準備をしていました。ユニオンバンクというのは150年ぐらいアメリカでの歴史があるんですね。日系コミュニティのお客様には本当に皆さんにお世話になってきたので、ギビングバックトゥザコミュニティという言葉がありますけれども、ユニオンバンクにとって本当に文字通り恩返しをさせていただくつもりで、いろんなコミュニティ活動、貢献をさせていただいているんですね。個人的にも私にとっても二世ウィークというのは本当にやりがいのあるボランティアの場として、娘もボランティアしてますよ。今は日本からもたくさん参加者が来て国際色豊かになってます。皆さんもぜひ来ていただいて、私もボランティア頑張りますので、ぜひ堪能していただきたいと思います。 See you at 2世ウィーク。